こんにちは。こんにちは。いやなんか今回は、今回は、昨日、前回の動画で、ブラックマーケットに出店する際の商品の説明をさせていただいたんですけど、第2弾ということで、他にも持っていくやつがあるんで、それの説明をします。ブラックマーケットは、まあ店からチャリとかで行ける距離なんですけど、石神井の辰野湯さんのところをお借りして、まあマーケットイベントって感じで、いろんな店が出店する中にうちも出店させていただくことになったんで、そこでまあいろいろ出そうかなと思ってまして、でまず T シャツですね。以前こう出させてもらった T シャツなんですけど、これのブラックマーケットバージョン出します。で、前作ってたやつはこうフロントは一緒なんですけど、バッグがこのカートになってて、でこのカートってなんかニューヨーク行かれた方は結構見たことあるかなとか思うんですけど、ブロンクスとかまあ邪魔線とかのモールとかによくこうずらーっとかかってて、で僕ら買い付けやってる時にいつもあのカート欲しいって思ってたんですけど、まあおばあさんとかが持ってるカートなんで、まあ通称グランマカートみたいな感じで言う人もいるカートです。で、まあ地元のお買い物っていう感じで、もともと個人商店、僕らも個人商店なんで、どんどんなくなっていっちゃうんで、コロナになったタイミングで、まあもうこのメッセージのまんま地元でお買い物しましょうっていうコンセプトで作った T シャツなんですけど、今度のブラックマーケットもすごいバッチリだなと思って、まあ、新しく作らせてもらいました。でできたのがこれです。でなんかこう前のバージョンからここにテープを貼って、ブラックマーケット仕様になってるんですけど、なんでかというとでもすごくて本当にすごくて、ちょっと実物を本当に見てほしいんですけど、なんかこの前知り合ったその工場の方にその特殊なプリントをやってもらうっていうことで、なんかこのまんまガムテープを本当に貼って上からブラックマーケットってこう書いたみたいな仕様になってるんですよ。ちょっと見比べてもらうと、全く一緒ですね。なんか本当に実物見てもテープが貼ってあるようにしか見えないんですよ。すごい技術だなと思って、なんかまあ何回かこうサンプルやり取りしたんですけど、もうちょっとこれはなんか新しすぎて、これぜひ見てほしいんですよね。本当にテープが貼ってあるようなプリントなんですけどね、すごい技術で、多分そこの日本でもそこの工場でしかこういうことできないんで、ぜひなんかいろいろ使いたいと思って、まあ1回目っていう感じでブラックマーケットちょうどよかったっていうのはですねもしかしたら気づいてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、ここに前回出した時にロゴをここ入れてるんですよね、スタブリッジっていうのを。それがですね、ちょっとこれ映ってますか？もうちょっといいですか？あ、OK です。はい、ですね、スペルミスをしまして自分たちのブランドなのに本当は D が入るんですよね、スタブリッジ、ブリッジですね、ブリッジなんです、はい、まあその説明はまあ今度するとしても、うん、まあスターとブリッジなんでスターブリッジですよね。だから
ブリッジなんですけど、あの D が抜けちゃって、まあ、スタブライジだったのかなっていうことで、まあ、本当にあのスタッフのみんなには申し訳ございませんでも作っちゃったんで、はい、ちょっと寝かしといたんですよで、なんかいつも、なんかできないかなと思って考えてたんですけど、まあブラックマーケット、ちょうど本当にこの T シャツコンセプトがすごいいいなと思って、どうにかここで使おうかなと思って、でそのプリンターの人と出会って特殊なプリントもできるっていうことで、もうこれしかないっていう感じで、今回は逆になんかすごくいいのができたんです本当にだからまあ、ネタ話をすると、まあこの裏から見ると、まあその理由というかが分かるようにはなってるんですけど、でまあ表から見たら本当に今回のすごい、でも ぜひね、これは別に買わなくてもいいんですけど、見てもらって、ここ本当にすごいんで、なんかなんていうんですか、その失敗を成功に変えるみたいなただでは起きない的な精神をも表してるというか、そうですね、はい、で結構作っちゃったんで、はい、数があるんで来た方はマーケット、ブラックマーケットで持ってくんで、ぜひ見てください。でもう一つありましてなんかこれを言うとお前はアホかって思われるんですけど僕は英語がすごい苦手なんですよ最初に言っとくと。で、あ、今かあれパロさんと撮ってくれた、はい、そこに用意したんです。パロさんといつも店でも買っていただいてるんですけど、僕たちがオリジナルで作ってる、ありがとうございます、パロさんとかあって、こういうやつなんですけどね。でこれをやるときに、今ってタバコを吸う人も減っちゃったんで、なんかこうパロさんとを炊くトレイみたいのが欲しいなと思って、でこういうトレイを作ったんですよ。でこれもすごい前に作ったんですよでこれもお蔵入りになった商品で、それはですねこう一応なんか僕らの中で、これはブルーって呼んでるんですけど、アパートメントの、普通のロゴじゃなくてブルータグがあって、それはまあ家で使うものとか小物とかのレーベルっていう感じで、なんかマットとか出させてもらったり、こういうのを出させてもらってるんですけど、そのテーマがこう、これテックのリリックからもらったんですけど、 Life is a journey not a race ってことで、人生はそのレースじゃなくて旅だという素晴らしい言葉があるんですけど、それをまあこうブルーのコンセプトなんでここに入れたんですけど、一番大事なメッセージなんですけど、すごくいいメッセージなんですけど、ちょっとこれもよく見てもらうと見えますか？見えます。ちょっと何回か抜けちゃったんですよ。ジャーニーのところがですね、まあ、ユーが抜けちゃってるんですよね。あなたが抜けちゃってるって感じですかね。だから、ジョニーになっちゃったんですよね。だからジョニーというか、ない単語になっちゃったんですよ。だから、中学生とかの英語のテストでペケされるやつなんですけど、これも大量に作ってしまいましてでこれはなんか修正したかったんですけど、まあ焼き物なんで、作っていただいた方に何回も相談したんですけど、もうこれはもう無理だと一回焼いちゃうと上からその印字することもできないんで、これはもうどうにもならんという、まあ、割れちゃうらしいんですよね。ここでまた加工する、2回目加工するってことになると、だからちょっとこれは申し訳ないんですけど、このまんま持ってって売らしてもらいます。まあ
でもあれなんですよね、言い訳なんですけど、あのちょうどコロナになった時にいろいろ作ってたんですけど、リモートワークみたいなのを本当そうなんですよ。僕慣れてなかったんで、そのいつもだったらいろいろみんながいるから確認してやるところを、その結構パン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 作っちゃってたんですよね。だからまあちょっとまあそういうコロナのそういう影響もちょっとあるということと、まあ10年やってればそういうことってあるじゃないですか、ミスは。でまあ、今回みたいにすごいうまくあのできる時もありますが、あの全くどうにもならないものもあるんで。でもほらリーバイスとかでもあるじゃないですか、赤タブのやつとか、うん、そういう感じでチャンピオンとかでもよくありますよね。目玉がねえなみたいなやつとか、ちょっとそういう感じで今回は。でまあこのブラックマーケット、マーケットイベントなんで、あの今回ちょっと持ってくんで、まあ見て笑ってください。ありがとうございました。